シャイニングスター童話劇第9話人形王子。組んだ人形は運が悪く通りすがりのヘラ魔女と会いました。もどかしいこと嫌いヘラ魔女は組んだ人形のマスクを奪ってしまったです。マスクがなくなって話すことができるようになったクンタ人魚は人間たちがいる海岸に上がりました。そこで偶然同じに言葉のない人間ウィンドに出会い、クンタ人魚は再び語らない存在になりたくなりました。マスクを失って無理やり言うようになったでしたから。その話を聞いたウィンドはクロスステッチが趣味の友人ストームにマスクを作ることを頼みました。ウィンドにマスクを受け、再び言わなくなったクンタ人魚は同じように静かなウィンドと親友になりました。おしまい。